おはようございます。おはようございます。はい、4月の23日、はい、金曜日の朝10時でございます。はい。はい、我々のお芝居の公演があった日の朝です。はい。はい、本来はね。本来はね、うん。緊急事態宣言で延期になってしまったということで、はい、YouTube 撮影をしていきたいなと思っております。はい。はい。はい、金剛山に山登りに行きましょう。え？ちょっと台本あるみたいな映像と思うんだけど、スムーズに言ったけど。なんでそんな急に。どうしたんですか。で逆にどうしたんですか。いや後でこれ、ね、ちゃんと発表しますねって言ってたじゃないですか、うん、でいきなり今こうスンって言ったから、うん、みんなんってなるんですよ。金剛山には、はい、千早城っていうのがあって、はい、楠木さんが、うん、鎌倉時代に何度も何度も十数万の軍勢にたった千人で戦いを挑んで、うん、負けなかったんです。おお、だから千早城落ちなかった。ああ そこから落ちない落ちないということで、就職活動の人、受験生、ああ、うん、我々エンタメに携わる人間が落ちていかないように、落ちていかないように、はい、うん、はい、なるほど、ということでいきたいなと思っております。はい、はい、ああ、なるほど。次はじゃあ山のふもとで、はい、次は会いましょう。はい、はい、言えよ、飛ぶとき言え。しかも短めのジャンプ、ほんまにこんなジャンプ力どこ行ってん。ということでやってきました、ね、できました。晴れてますね。いい天気だ。眩しい。素晴らしい。めちゃくちゃ眩しい。晴れてるんで。早速登っていきましょう。はい、登っていきましょう。はい、行きましょう。もう行くのか。行きますよ。これ本当に持っていくやね。はい。景色ですね。ね、気持ちいいですね、やっぱ。はい。あー、あらららら。水がいいね、ここ。飲んでいいよっていうコップですか、これ。いや、飲んでいいっていうコップです。お、マジ？マジ？どうですか？美味しいですよ。うまいです。あ、ほんまや。安らぎポイント、おお、気持ちいいですね。いいね、最高。ああ、よっしゃ、いいね。あら、監督いきますよ。行きますよって。さっきそれ渡りました。ちょっと取っといていいですか。おお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 お。金剛山って感じですね。すごいね。大阪で一番高いですからね。あ、そうなの。はい。1120、1130。
るわ。あー、これすごいね。よろしく、どうぞ。あれ、おお、頂上ですか、ここ。頂上じゃないですけど、近いんちゃいます。だってもうね、上ないですよね。結構上の方で。あ、看板、看板、看板。どの辺ですか。左上が山頂とか書いてある。左上山頂とか書いてある。現在地を探せ。現在地どこ。大体真ん中でしょ、現在。おい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 、え、そこ違う。え、こっちから来たやろ。今が始まる。山頂、山頂ここって書いてるんで、この左上にあんねんで。いやいやいや、勘弁してくださいよ。今からキャンプサイト通りますわ。ちょっとマジか。まだ半分行ってないぐらいって言うんですか。いや、ごっつ狭いかもしれない、これ。あー、キュッてなって。静岡市。いや、おかしい。 25m じゃないかもしれないな、あの方。展望台1畳しかないかもしれない。あと40分。マジ。行きましょう。あー、 OK。 くっ、ちょっとあの、何も言わずに休憩所向かうのやめてもらっていいですか。あれ、何ですか。あの、順路あっちなんですよ。あの、中さん、え、間違えた。間違えない。間違ってない。ちゃう、ルートこっちある。完全に。そう、僕限界なんです、そろそろ。あー、こっちや。ルートこっちですか。休憩してる。早いやん。食べましたね。でもいいですね、山のこんな。気持ち、気持ちいいですね。めちゃくちゃいい場所です、本当に。めっちゃ晴れてるし、最高だ。最高です。ほほ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 ほ、何が、これが、僕が戦国高校の陸上部の時に長距離のナップがここやった。これ高難層まんま、ここや。うわ、懐かしい。ここで朝の6時半からストレッチして、この4キロの道一周ジョギングするの。ここ、こうなんすよ。でも閉館したんですよ。あ、そうなんや。やってないや、もう。ここのカツ丼めちゃくちゃうまい。へぇ、いつも合宿の昼、ここで合宿の食べる。へぇ、めちゃくちゃ思い出の地やわ。思い出の地がいますね、僕通ると思ってなかった。すごいね。いいっすね。いいね、思い出の地。これが青春。チカノレ君の青春の駅伝なんて、高校スタートでこっち回りで3キロか4キロ一周でこっちから回ってくる。めちゃくちゃきついやん。めちゃくちゃきついんですよ、山。へぇ、だってそこ下見えへんもん、今。すごいなぁ。13年前、12年前とかですかね。はぁ、すごいね。こんな景色綺麗だね。気持ちいいの、気持ちいいよね。何すんの。え、こんなんあったかな。こんなんしてないし、陸上。あ、いいっすね。俺全然降りらんない。なんでやねん。こっちの方が好きやな。あ、全然好き。みんなやるやん、みんなやるやん、ちょっと。こっちも行けるよ。やな。お、楽しい。こっちやば。あ、でも結構きついな。いけるけど。怖っ、めっちゃ怖っ。あ、これ急や。こっちめっちゃ急。中さん、ほんまにやったら落とす。落ちるやん。落ちるか。どうやって降りるんですか、これ。うわ、怖っ。普通こういうことやな。そんなんで降りれます。そういうことやな。すごい、レスキュー隊みたいになってますよ、なんか。No。イケメンレンジャーです。レンジャーめっちゃビビってる。なんでだ。こういうの苦手ではないんですけど、安全を考慮するやつ。安全に行きたいタイプです。だから一回一回座りたいです。それ飛べんのね。こんなとこ滑る。どこ行くのこれ滑る。奈良。奈良か。これ。道が二つに分かれてて、うん、楽な道と、うん、健脚向き、うんうん、どっち行くかですか。民主主義に残ってる。じゃあ、過去君は通ったことあるのかい。絶対こっち。違う人いるんですか、逆に。
いたノットワンチームやったノットワンチーム行きましょう。はい、ガチ。あら、あ、来た来た着いた。これが山頂ですか。これが山頂ですかね。うわ、これが桂木神社です。なるほど、すげえな。